こんにちは。こんにちは。今日も来ます。意識低い系普段着物リハールです。なるでーす。はーい。まだ免許取れてないから助手席でーす。運転してます。運転していただいてます。はい。今からなんだっけ、電車で行くか車で行くかしないといけないところに車で行きます。車で連れてっていただきます。ちょっとね、どうしてもやらなきゃいけない用事があって。そうなんですよ。どうしても今日まで行かなきゃいけないって電話来ちゃったんで行ってきます。そうそう、電車ね、あんまり乗りたくないし、このご時世だからね。そうなんですよ。乗りたくないっていうか、乗るにしても言うほど本数もないっていう。そう、すっごい本数少ないの。ね、結構一本で都内まで出られるような線ではある。そう、違ってそういうね、イメージだけど。そうそう。で、実際出られるんだけど、越えてしまって、それより南に来るとね。田舎だから、ただの。そう、あの1時間に4本、うん、下手したらもっとないよね。ねえ。1時間に2本っていう時間帯とかあってびっくりした。あるあるある。それでも東京に通勤してる人間がいるっていう、そういう地帯でございます。そうね、そうね。確かにそう。朝はね、通勤時間帯とかね、帰宅ラッシュの時間帯はいっぱい用意されてるんだけど。うん、そう。中の時間がね。そうなんですよ。でも通勤ラッシュの時間より時間の本数でも、うん、東海道新幹線の方が多かった。そう、前旅行で東海道新幹線、あの京都行くのにね、東京駅から乗ったんだけど、最寄りの線より本数多いとか思ってビビったよ。本当にそんなにみんな東海道新幹線乗るの？なんか、うん、5分に1本とか。やばいじゃん、山手線。そう、山手線かと思った。間違えて山手線のホーム来たのかなって思ったら、やっぱり東海道新幹線だった。すごいね、山手線並み。みんなそんなに行きたいの、京都、ね、そんなにみんな行くかと思ったんだけど、そう、しかもその本数でもね、自由席、うん、結構ギリギリの時間に行くともうね、空いてないの。立ち乗りとかいんの。5分待てば座れんのに立ち乗りいんのよ。今京都旅行がね、ブームだとは聞いてたけど、いやここまでのブームだとはちょっと思ってなくてびっくりした。それにしたってだよ。いや、びっくりだよ。びっくりだよ。電車の本数。もうちょっと増えないとね、あの人口も増えないしね、かそってきてるからね、私たちの住んでる。そうね、ここら辺はね、土地の安さだけが売りみたいなとこあるよね。そう、あのかそりすぎて病院まで潰れてきてるからね。それ困るわ。でもそういえば最寄りの皮膚科潰れたわ。皮膚科地味に困るよ。皮膚科はね、困るね。あんまりもともと評判良くない皮膚科だったんだけどね。歯医者はやたら立つよね。歯医者はいるね。何なんだろう、歯医者だらけだ。歯医者行かなきゃいけない。行かなきゃいけないこともないけど、行きたい。行きたくはないけど、行かなきゃって感じ。歯石取られるの嫌いなんだよ、苦手なの。私虫歯の治療が本当に嫌いで、やりたくないんだけど、うんうんうん、でもあるならさ、もう治す以外の手段はないじゃん。ない。もうさすがに抜歯は嫌だから。あ、確かにね。チーンだーって。あのさ、痛かったら左手あげてくださいってよく言われるじゃん。うん、左手あげるじゃん、うん、もうちょっとですから我慢してくださいって言われるとさ、って思うの。マジか。何のための左手みたいな。私どのタイミングで上げればいいのかなんか分かんない。こう、あ、痛いの来る、痛いの来るって思うと、うん、なんていうの、もうすでに痛くなってくるから、これは痛いの、これはんみたいな感じになって。結構我慢するタイプだ。でも言うほど多分ね、実際痛くないんだと思う。いやー、なんか私痛かったら手挙げてくださいって言うから、痛いと何かしてくれると思って、うん、あ、痛かったら正直に左手をすぐ上げるんだけど、うん、もうちょっとですから我慢してくださいねって言われると、なんかすごく裏切られた気持ちになる。ああ、それは裏切られた気持ちになるね。歯医者さんに騙されたかなって。私それで左手一回上げたらさ、ちゃんと麻酔してくれたよ。えらい。多分。いい歯医者。多分ね、もうちょっとで終わるっていうレベルじゃなかったんだろうね。なるほどね。そこまで虫歯行ってたかみたいな気持ちがある。これって。車線変更しといた方がいい。道一本になるやつか。そう、ここ今走ってるの。じゃあここはなるちゃんに聞けば道がわかるっていうことかな。きょ、うん、微妙。大丈夫。ちょうどここ走った。あ、そうなんだ。そうなの。ついでにさ、行ってくればよかった用事。あ、教官ちょっと待ってくださいとか。行きたいです。
もうちょっとうんと先まで行きたいんですけどよいしょ。桜がね結構思ったより残ったね。もっとダメになっちゃうかと思ったけど。そうだよね、寒さと強風でね。ここら辺も積もったのかな。ちょっとうっすら後ろあたりも屋根はね積もって。そっかそっか。そう、車の天井とかね窓ガラスに少し積もって雨で溶けてくれた感じかな。首都通勤圏内って聞いて呆れるほどの田舎だからね、今走ってるとこね。そうね超山道だから ね、 山 道、 だね。道くっそ狭いしね、多分そこ台風で壊れたまんまだわ。そうそう、路肩崩れたまんまね、治ってないところが放置してあるっていう。でも平日ね、引きこもんなきゃいけないから暇だからね。そう、今は YouTube を散々見てゲームをしまくって、そうそうそう、もう世の中から後ろ指をさせるね。むしろちゃんとお家に出ないでって言われる。素晴らしい。左方向で、まさか引きこもりが称賛される時代が来るなんてって感じよ。そうね、基本私たち引きこもってるの好きじゃん。得意分野だから。得意分野、ジブに一気見しようかこの信号を左です。はい、左方向です。そうなんだよね。そう、あの日曜日かインスタライブ、あのご覧くださってありがとうございました。ありがとうございました。あの完全に見切り発車でなんとかなるでしょうみたいなノリでね、編集できることを忘れ、できないことを忘れてねやったら結構グダグダになっちゃって、なんか画面はずっと縦のままの方が見やすいんだなっていうことを学びました。すいません、 見づらくて申し訳ないです。面白かったよ。あ、本当に、うん、あれで面白かったかな。なんか面白いこと言えた。声がしてるからねうちの子たちはテンションが上がってて、あ、特にあの息子くんが、そうで顔が見えないってずっと文句を垂れてたけど顔が見たいのに顔が見たい方は別の動画をどうぞ、あれから頑張って、とにかくなんか喋ろうと思って喋ってたら、どんどんその計算、寸法の計算と、なんかここをこうやって縫って次ここひっくり返してとかいうのがねどんどん抜けてって。だから清美さんとかさ、喋りながらああやってやってるのってすごいことだと思わない？やっぱりプロなんだよ。いや、プロだよ。私みたいなあの家庭科の授業でしかやったことのないド素人とは違うから。家庭科の授業本当そのレベルだからね。家庭科の授業でしかやったことのないお裁縫に対してミシン1万円投資するって、私結構ね年狂ってるなって自分で思ったよ。いやミシンがあるとさ結構できること広がるじゃん。できれば直線縫い、まあ、ミシンが使えればの話だよ。そのだって直線縫いしか使わないじゃん、壊せなきゃいいんだもんって思うじゃん、うん、私さ最近になってねボビン下糸の糸調子がおかしいことに気づいて直したもん、うん、それまでね。ミシンで気づくわけでしょ。それまでずっと結構あのなんていうの、裏がさ糸がくるくるになったまま、うん、まあこんなもんか、寝てるし止まってるしいやみたいなノリで塗ってたよ。あとでこう引っ張ったらさ治るしみたいな。ちょっと汚れてるとかそういうのじゃないの。下がまなんかねボビンの釜のネジをね、うん、ちょっとギュッと締めてあげると、うん、確かに良くなった。あ、そうなんだ。うん、私のミシンほらあの安物だからさ、自分で糸調子取んないといけないアナログな子だから。でもその方がさ逆に壊れづらいっていう人もいるよね。うん、私は最初それをそう思って買いに行ったら、店員さんにまんまと乗せられて、わからないから言われるがまま高いミシン買って、直線縫いしか使ってないからこれいらないじゃんみたいなでも壊れたよね。ボタンホールもできますよとか言われて、ボタンホールなんてしないしね。しないね。しない。この前家で使ったらさ、なんか動かなかったよね、うん、ミシン。そう、なるちゃんのミシン動かなかったよね。そうなんかね、主人に貸してからねちょっとなんか言うこと聞かないの旦那さん何したわかんない。なんかね上着使ったんだ。上着とかねカカ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 カ、なんかすごい変な音してて、あ、これちょっと踏んじゃダメなやつと思ったもん。そう、そうなの。何使ったんだ、謎。何を塗ったんだ。そもそもあの人縫うものが何があるんだろうって。確かにね。そう、ボタンホール塗ったんじゃない私が一生使わないであろうボタンホール機能使ってくれたから。そうそうそうかたまにね自分のズボンの裾上げを毛が向いた時にしてみたいと思うらしくて。でもさミシン使わなくてもアイロンと裾上げテープの方が簡単だし綺麗に仕上がるよ。あれ買ってあるのにね、なんかね知らないけど使いたがるんだよね。
悪よくわかんない時はあのこの横のこのくるくるやるやつをずっとくる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 していってるからね、うんうん、あーわかるわかる。あとこれもう角までいけるかなっていう時とかはそう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 、すっごいくるくるしてる。わかる、やるやるやる。あのペダル怖くて踏めないから。そうね、ペダルだとガーっていくじゃん、なんかある一点を超えた瞬間なんかめっちゃ高速で動き始めるみたいな時が、うんうん、あるじゃん。あの分厚いの塗ってる時とか、薄いのだったらさちゃんとこう、うん、あのペダルのあれに合わせて、うん、あの強弱っていうか速度つくんだけどさ、うん、確かにいきなりなるからもうギリギリまでいったらこうクルクルしてる。確かにね。あとあのさらしの端っこを縫う時にさ、うんうん、さらしの端っこがこう下のところにカチッてはまっちゃって動かなくなって超焦ったことある。あ、これってもう一個先かな、そこの高速乗る系、うん、この信号、うん、これ無料区間なの。あ、そうなんだ。そう、これね、右に入っていただきます。ここ右か。へえ。そう、今度ね、今度インスタライブするときは、うん、ちょっと待って、ここ右回ったらよ。安全運転大好きだからね。そう、安全運転第一。一応 ETC カード突っ込んでるから最悪乗っても平気なんだけどさ。桜綺麗だわ。ちょっとめっちゃ綺麗。カメラ見せらんないの申し訳ないけどすごい綺麗。そう、ここね結構桜綺麗で、いいね。ドライブ花見の住んでるところはね結構お花見ってちゃんとなんか人混みに行かなくても、うん、わーって桜が咲いてて、いいよね。お散歩しがてらね行けるところがあるからそれはすごくありがたいよね。うんうんうん、そうだよね。そうそう、次ライブをするとしたら衣替え、あ、着物の片付け&衣替え。昨日のライブでもちょっとだけ、うん、あのウール片付けたけど、うん、そういうのやりたい。あとはあのこんな着物が今家にありますみたいな紹介、手持ちの。なるほどね。そういうのやりたい。そう、リハルちゃん の着物につける、ね、ネーミングセンスが素晴らしいから。 なんかつけてたっけ。五重の塔紬とか。だってあれ本当に五重塔、まあ三重だけど書いてあるもん、紬に。五重塔紬とかね、結構覚えやすい。ナイロン紬とか。そうそう、ナイロン紬。ナイロン紬ひどいと思ったけど、ナイロンって言ったこの人みたいな。でもナイロンが逆に証券を目指して、証券っていうかシルクを目指して開発された化繊なんだよね。そうそうそう、順番が逆なんだよね。そう、私たちはもう生まれた時に先にナイロンがある人たちだったから、そっちが来ちゃったね。証券に失礼でしたね。証券見てもあれこれナイロンってまず思う。そう、でもあれ思っちゃう。知らない人は思うと思うよ。いやでもよっぽどいい、証券じゃないと、うん、私とかはその糸を燃やすとかそういうことを全然しないから、私は燃やすまではね信じてなかった。静電気来て初めて、うんうん、あ、これそうなんだ、鳥なんだって気づいたりとか。なるほどね、うん、そういうのが多いかな。ちょっと右行かなきゃいけない。あとあれだ、遮光大島。遮光大島あのウールだけどすごく大島みたいになってるやつあるじゃん。あるある、ね、あれ遮光カーテンみたいだから遮光大島って呼んでるし、あの私のあの着てる大島みたいなやつ。そうそうそう、遮光大島。遮光大島。あとなんだっけ、そっか、なるちゃんの持ってる大島紬、これあの本当の大島紬なんだけど、うんうん、柄がさタロットカードみたいな、なんか四角いのがなんか書いてあるやつ、あれタロット大島。タロット大島。相性をなんか相性つけるのがすごく上手。でも私が持ってる大島ってさ、ほとんどタロット大島系だよね。そうだね、タロット系多いね。タロット系が多いよね。なんかこう、運命占えそうだからいいと思う。なるちゃんたまにはタロット系じゃないやつ言っときなよって言われると。そうそうそう、タロットじゃないやつもいいんじゃないって。そう、そうなのよね。導いてくれそう。導いてくれそう。本当はね、あの古典柄のやつとかもすごく好きなんだよ。うんうん、仏像柄とか、うんうん、私は奄美がルーツだからさ。ああ、そっかそっか。そう、私の住んでたってか出身のところはもう旗がなくなっちゃったんだけど、うん、そういうのもあって大島紬に惹かれるのかなっていうのもすごくある。あ、そっかそっか。伝統柄がね、もうなくなりそうだからリサイクルとかで見つけたら、うん、かっこ
競技みたいな感じ。ダメ、そんなことをしてね、ルーツ辿ったら破産するから、それ値段が破産する。新品で買わないで、死んじゃう。一生懸命あのメルカリとかヤフオクで頑張ろう。でもね、リサイクルでもね、基本10万近くするんだよね、どうしてもね。あ、でも牛首とか書いてあるとそうかもしれないね、うん、だからとりあえずちょっと奮発してスカーフぐらいは買ってみようかなみたいな気分。あ、そうね、小銭入れとかね。そうそう、そういう系でも多分ね、そういうの見たらやっぱこれ着たいなって思うんだろうな。牛首か、のど上布か。私はそういう系で言うと夢は声で洗える仕様にしてもらって手洗いで、あの本当に日常着、例えば授業参観とかさ、あいいね、そういう時に着て出かけられるっていうのができたらもう最高の着物ライフだなと思う。ただ暑いと思うけどね。いいもん、暑くても。なるほど、そこまで行ったら着られるだけで本望みたいな。そう、北海道行かなきゃ。おしゃれは我慢。この意識低い系普段着物にあるまじき発言。そう、ハイヒールは履けないけど勇気紡ぎなら我慢できる。ここまで行くとさ、もう私もそうだよ、着物始めた理由が割とそこだから、ヒール無理、パンプス無理みたいな。左方向です。だから、まあ、まだ呼ばれたことないけど、結婚式にもし呼ばれた時にどうしようって思ったんだよね。ヒールなんて履けないでしょと思って、訪問着に草履で良くないっていう。あ、結婚式に呼ばれて、私足首捻挫した話したっけ。してない。友達の結婚式に呼ばれて、これ左折かな、左折かな、うん、OK、 そう、友達の結婚式にね呼ばれて、まあ、普段バレーシューズとかで普段暮らしてたんだけど、結婚式だからパンプス履かないといけないじゃん。そうだよね。実際なんかちょっとパーティー向けのやつとかだと7センチとか9センチヒール、で、まあそれのために買って、一応ちゃんとした靴屋さんで買って履いてったんだけど、エスカレーターに乗るときに転んで落ちて捻挫。折れなくてよかったよ。折れなくてよかったけど、でもすっごい大恥かいたの、それ恥ずかしいね。それ以来ね、履かなくなった。恐ろしくて履けないでしょ、トラウマだよ。間抜けすぎて超恥ずかしかった。あの受付のところにこう登っていく、みんな、あ、みんな見るんだ。じゃあ結婚式に行く人が、そう、行くところだから、なかなか主役張ったね、それ。結構ね、食っちゃったね。花嫁さんすいません。この木のところが到着でございます。ここですね、どこは。あー、どうしよう、どうしようかな。今ちょっと通り過ぎたよね。どうしようかな。そう、ごめんね、もうちょっと待ってね。ここで U ターンすっか。すごい、 U ターンできんの。あのね、方向音痴になるとね、 U ターン上手になるから。私が U ターンするできるようになったのは、あの運転技術が上手いとかじゃなくて、せざるを得ない状況に多く出くわしてるから。中央分離帯のある道路でさ、右折のポイントを見失うと、もう戻ってくるしかないじゃん。そうね、まあ、そうね、頑張って戻ってるわけよ。そんな感じで、ここはほら右折信号があるからさ、のんびり U ターンできるわけよ。なるほどね。こうやってこうやって、こんだけ幅があれば行けるんですよ。最近の車はさ、めちゃくちゃハンドル切ると回ってくれるじゃん。そうね、まあ、この車は十何年前の車だけど割と回るね。でも全然最近の車じゃん。あの教習車のオンボロ車と違うじゃん。あ、コンフォートではないね、この子は。巻き込み確認して。お、すごい、超教習所運転。いや、巻き込み確認マジでしないと危ないから。チャリとかね、普通に巻き込めるから。こうやって入っていいのかな。入っていいね。はい、こんにちは。さあ、到着でございます。私はその間にバーガーキング買ってこよう。お使い頼まれてるから。どうしよう、ここら辺で降ろせばいいかな。全然降りる降りる、ありがとう。はい、それではまた後ほど。後ほど。ご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。それでは。